マクベタッド・マクフィンレックは、スコットランド王。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲の題名にもなった、マクベスの通称で、世界的に知られる。マルカム2世の次女、ドーナダと、マリ両主フィンレックの間に生まれた。イフケーに、オークニー博、トールフィンがいる。マクベスの名は、ゲール語で、生命の子の意味である。1040年8月14日。 いとこのダンカン一世を殺害し、王位を奪った。マクベスは、反対勢力や王位継承の可能性のある者たちを、次々と抹殺していった。1043年に共にアルピン王家の血を引くバンク王を,を殺害。1045年には、ダンカン一世の父で、アサル領主のクリナンと戦って、彼を殺害した。マクベスは、統治能力に優れた人物と言われ、 17年と、当時としては長期間在位した。また、1050年には、ローマへの巡礼旅行に出ている。1054年、マルカム・カンモーニ、スクーンの戦いで大敗し、1057年の、ランファナンの戦いで戦死した。1032年頃に、ケネス3世の孫娘グロッホと結婚している。マクベスの死後、オイは、ケーシ、ルーラッハが継承したが、 ルーラッハも即位から4ヶ月後に、マルカム・カン・モーに殺害され、マルカム・カン・ガモーが、マルカム三世として即位した。ありがとうございます。